皆さんこんにちは。北海道は今日からいよいよ冬本番に入っていくというような、状況となっています。おととい17度まで上がっちゃってですね、まるで春のような一日だったんですが、昨日ちょっと吹雪まして、ただ寝雪にはならなかったですね。地元北海道の冬傘第一発目ということでやっていきます。経済が少ないですね。シルボ SR チャンネル恒例の冬傘がスタートいたしました。これは北海道道央エリアであります。今年もマスの燻製を作るために冬傘をしているわけであります。なんか早速言いましたが、おう、で今日観察水槽は持ってきておりません。ヤマメですね。動きが鈍くなってます。うわ、深いな。例年にも増して深くなってる。ちょっとやばそうですね。今日カメラがね、ミラーレス持ってきてますので、水没は絶対に避けないといけないです。基本的に水量多いっすね今日。多分あれだな、ちょっと初期の積雪が溶けてそれが流れ込んで増水してんじゃないかなと。で、水温はまだあったかいな。厳冬期のそれじゃないですね。お、なんか手応え。おお、出ましたね。初ブラ。もっとでかい手応えだったんだけどな。23ぐらい。はい、冬傘のブラウン第一発目、23センチぐらいですね。活性はちゃんと鈍ってますね。おっと、チビブラです。またチビブラだ。一網一匹チビブラが入りますね。おお、来た。ヤマメだ。めちゃくちゃ量型。へえ。北海道では両型のヤマメ、なかなか貫禄ありますね。大きさはちょうど20ぐらい。この辺の右岸は、お、ヤマメと横エビ。あんまり芳しくなかったんですけど、捨てたもんじゃないかもしれないですね。ふりふりふりと。おお、今のやつかな。違うよね、色が違う。うわ、今水面を走ってきましたよ。ここもね、何気にいいイーグルなんですよね。おお、出てた。サビ入りブラウン。
のサイズしかねえな。おお、なんとか今日25ぐらいかな。もう初めて今日渓流魚以外の福土壌ですね。出てきて、はい、ということで今日は非常に微妙な猛火、超過じゃなくて猛火となってしまったので非常に悩んだんですけど、ちょっとやっぱこのサイズだと燻製には回せないんで、今日全部調理しちゃいたいと思います。で、中でも大きい2匹は塩焼きと刺身にのちょどして、でちびっ子たちは野菜と一緒に天ぷらですね、やっています。はい、焼き魚の方はいつもちゃんとした焼き網でやるんですが、最近ここで、サンマとか私焼いてて、そういう安直な方法でどういう味が出るのかっていうのを、また言葉おかしいですけど原点回帰というか、丁重に何とか旨味を引き出してやろうっていうスタンスではなくて、ちょっと荒っぽくやってどういう味を出すか。ブラウンの季節のために包丁は研いでいます。はい、皆さんお疲れ様です。食卓がカオスになっておりますけれども、主にブラウントラウトで、作りました天ぷら、そして塩焼き、そして刺身であります。初物なんでありがたくいただきたいと思います。これは何でしょうっていうことなんですが、これに入っていた、
マスコ、この辺のお酢に入っていた白子も天ぷらにしてみました。いただきます。なんかのお菓子、こう見た目はなんかちょっとグロいあられみたいですよね。いただきます。あー、これうまみ強いですね。すんごい美味しいたらこみたいですね。コクがすごい。これありですね。ちょっと贅沢ですけど、こういう微妙なサイズ、イクラとして、今年からの私イクラって言いますので、マスのイクラ、あんまり大きくない、醤油漬けとかにするに及ばないようなもの。歯応えがすごいっす。意外と。ちびっこいきますか。ちびっこ、いただきます。で、私あんまり、まあ、天ぷら自体やらないんですけど、野菜の天ぷらやったのは覚えてる限り初めてということで、人参の切り方がよくわかんないんで人参いきます。おー、甘じょっぱくてうまい。今日は未だに喉乾いてます。すげえ汗かいたんで。あの川は帰り全部歩きなんで、ちょっと寒い格好していかないとダメですね。まあ寒い格好っていうか、夏の山行く時みたいな通気性のいいインナーとか着ないとダメですね。で、分かってんですけどね、一回凍傷になっちゃったんで、あの川で。それが結構トラウマになってて、すごい重装備で行っちゃうんですよね。じゃあ引き続き、私あの今年この冬は非常にかぼちゃにハマっておりまして、例年2回ぐらいはこの4分の1ピースを買って、それを味噌汁にして2日に分けて飲むというバカの一つ覚えみたいなことやってるんですけど、今回もこの冬3ピース目ですね。すごい勢いで買ってるんですけど、やっぱ当たり外れが結構ありますね。で、ラマイの具にもこれの大きさのかぼちゃの天ぷら、天ぷらじゃねえな、なんだろう、素揚げなのかな、素揚げか天ぷらかなんか、ちょっと揚げてあるやつが入ってるんですけど、あれもね結構、まあ豚肉とかもそうなんですけど、当たり外れが結構ありますよね。今回のはどうでしょうか。うん、どうだろう、ちょっとよくわかんないな。ちょっとべちゃべちゃ系かもしれない。でも味はいいですね。刺身いきますか。先ほどお見せした通り、ちょっと身に痛みがありましたので、あれって何なんですかね、こう赤色が刺したやつ、ここちょっと残ってますけど、まあ寄生虫なのかなとかね、あるいは暴れて内出血しちゃったのかなとかね、いろいろ説はあるんですけど、よくわかんないですよね。じゃあいただきます。うん、もちもち、まあうまいね。鮮度が良くて若い、若さのあるうまみですね。うまいな。で、なんか臭みがないですね、今日のやつは。今年は天白、源流天白で何とかイワナ食べましたけど、なかなかね匹敵するぐらいうまいですね、今回の。うん、私がよく言ってるあのブラウン臭さがないんですよ、今回。不思議ですね。今日保管というか運搬方法は非常に苦労したんですけど、まあ、スカリのまま持ってきて、で最後脱臼するときはもう何匹か、あの結局圧迫されちゃうんですよね。こう圧迫されて口が多分呼吸のための口の動かすことができなくなっちゃうから、そういう個体はちょっと召されちゃったりして、まあ、3分の1、4分の1ぐらいかな、まあ、ちょっと息がないように見えたんですけど、まあ、詳しくは見てないんですが、まあ、それをスーパーのビニール袋に移し替えて、移し替える前に、駐車スペースの周りに本当もう粉雪が1センチも積もってないですね、
ほとんど溶けちゃってて、それをまあかき集めて、まあ、手のひら1杯分ぐらいのものをビニール袋に入れて、でそこにブラウンを入れて、でもう1杯もう手のひら1杯分の粉液を入れて縛って持って帰ってきたと。で縛ったものはジップパックに入れて、それをでかいクーラーボックスに入れて持って帰ってきて、でまあ汗すごいかいたんですけど、その後寒くなったんで、まあ普通にヒーター焚いて帰ってきたんですけど、まあ、それでもあの家帰って開けたらちゃんと冷えてたので、非常に鮮度はいい形です。はい、うん、油乗ってますね。見えるかな、ちょっとマクロレンズじゃないんで見えないかもしれないですけど、見えないと思うんですけど、油浮いてますわ。うん、じゃあ残る塩焼きくんですね。ちょっとなんかべちゃついてんだよな。どういうことなんだろうこれ。いただきます。やっぱりあの上のグリルじゃなくてコンロでやる網じゃないとカラッといかないな。なんでだろう。それにしてもべちゃつきすぎたな。あの置きっぱにしちゃったからかもしれないですね。焼き上がった後になんか刺身とか洗い物やってて、ずっと同じ面で置いといたのがちょっと良くなかったかもしれないですね。でも味はもういいです。臭みもないし肉厚だし、うん、なんか今日臭みないな。どうした。はい、ということで今日はまあちょっと結果的に言うと早かったですね。うん、水温高くて日差しも非常にあったから、年末年始の予定を組んでるので、まあ、非常にガサ熱が上がって、まあ、今日絶対行きたいと思って行ったんですけど、本当はやっぱり12月入ってからの方がいいねと。で今日ね動画をちょっと整理してて思ったんですけど、水量がすごいなんかあったんで、上の方の魚道が1個あるんですけど、そこがあの日頃はちょろちょろしてるだけなんで、あんまりでっかい魚が上に行けない感じなんですけど、今日はなんかもう均一にただのこう 坂を水が流れてきてるみたいな、それぐらいのこんぐらいのね10センチ15センチぐらいの、 あの水深があったんですよ。その魚道、この字型の魚道でこういう風にそこの上をこう、まあ、場合によっては20センチぐらいあるのかもしれないですね。そういう風に水が流れてたんで、そこのでっかい個体が当然産卵行動のために遡上しちゃった可能性があるなって思いましたね。あそこを越えられないから私が今日やったとこですね、いつもやってるところで割とでかいのが取れてたんですけど、だからそういうタイミングがあるんだと思いますね。ただあそこより上流だとちょっとガサは効率が悪いので、まあ、もちろん私が人としてあそこで取って食べるように毎年なりましたから、それでまあ数が減ってるということは間違いないとは思うんですけど、うん、まあ、そこに加えてちょっと今日は時期が早かったということと、水量が多くて遡上しちゃったやつがいるということで、でかいのが全然取れなかったというふうに分析をいたしました。で今日、まあ、ヤマメはあのむしろ今までで一番多いぐらいだったんですけど、気になるのがカジカが皆無で、レアキャラのイワナも出てこなかったし、フクドジョウも でっかいのは1匹だけ、まあ時期が時期なんですけど今日全くいなかったっていうのがちょっと気になるなと。だからね、まあ、あの川はもう1回でいいかなと思ってたんですけど、ちょっと今期はもう1回行かないとダメですね。12月中旬にもう1回で、もう一つの川は、まあ、12月第1週第2週ぐらいかな。近年も2回行ってるんですが、今年もまあそれぞれ2回ずつ行く感じですかね。うん、まあさすがにちょっと道東までは行ってらんないんで、若干ちょっと燻製計画が危うくなってきた。もうあのウッドは買ってあるんで取れないとまずいことになるんですけど、まあなんとか頑張りましょう。ということでご視聴ありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。